ね、楽しみな人、楽しみじゃない人、楽しみな人、帰りも、行きも帰りもいいね、上使っちゃって、うん、眠ったね、あの道行くのこうやって生活水準上がってっちゃうんだよね。まあいいよ、いや、下げよ、やだ、それで事故ってさ、横10万とかなったらさ、最後来てからもうお水しか飲めません。あるよ、お水、お水飲んでねえじゃん。あ、お水って飲みます。全く飲んでねえじゃん。何言ってんだ、バカだ。家では水ですけど、何かおでぶし。飲んでないじゃん。ほら、コーラばっかちゃう。こじれてんの性格が、うん、さらに30年ぐらい前のさやつでさ、もっと昔上200金魚園できてるとか言ってきてさ、あ、そういう時代だったんです。最初から結構そこそこの値段で売ってたんだなとか面白かったけどね、歴史的にはね。けどああいうマウント取ってる人って何なのかなって、自分が年寄りだって言ってるだけなんじゃないでしょう。邪剣何って言ったのね。いやいやいや、お前らそんな昔じゃなくてもうちょっと中間の2000年ぐらいの78ぐらいのことを言ってるのであって、今の若い子たちがそれ見てへえって、じゃあ今とあんま金額変わんないんだけど、今よりちょっと、なぜ今より高いかって言えば バブリーな時代だから高くても売れるからね、うん、それだけなんだ。でそこから徐々に値段下がってたの、だんだん水準が落ちてきたから日本もバブリーそう思うと、そういう食べ物の値段ってさ、歴史を反映してるよね、その時の日本のね、政治情勢とか。昔の方がやっぱでかかった、俺わかんない、俺生まれてない時の値段だから、230円。あ、まあチーズバーガーとかあの辺はなんかでかさそこまで変わってない気がするけど、やっぱビッグマックはなんか一回りちっちゃいなっていう印象はある、うん、いや、ハンバーガーちっちゃいよ、ハンバーガーちっちゃい。だってあれだったらもうハンバーガー2つ買ってドッキングした方が安いし、ボリュームでかく感じる。ただ今あれあるじゃん、バイパティ、まあね、あれでね、だいぶ変わる。あれはね、うまいの考えたなと思う、うん、しかも時間が決まってるってところがポイントだよね、50分、うん、あれでビッグマックはそういうのでいいんだと思うよ、マックは、うん、だいぶ変わるね。そんな朝、そんな昼からずっとやるサービスじゃんってさ、5時とかさ、それこそ変な話、8時以降とかでもいいわけじゃん。
8時だとあんま買ってくれる人いないだろう。あ、確かに5時って一番妥当な時間帯だよね。ちょっとお腹すく時間帯だし、夕ご飯もバックにするって買ってくれる可能性高い時間帯。バイバッティね。あ、早く仕事したい。チキンクリスプス。会社の仕事が、車の仕事がしたいよ。1月で冬の装飾してくれって言われてもさ、1月ってもう冬じゃねえよだって。春梅のシーズンだから。パニックちゃん、タカオの折り紙みたいなああいうやつ作ったのかな俺。パクリ。いや一番コストかかんないで済むと思うよ、折り紙1円だけで足りる。うん、変に高い装飾か、まあ、その分作る時間をいただくけど。これ入札するわけねえだろ、やっぱいなかった。まあ、なんか旅館みたいな店入ったよな、山奥に。あれどこだったんだろう。旅館、うん、旅館、山奥なんてない。山奥っていうか、なんかね、こっちの右の方かな、ここの方、あの信号の奥、なんか記憶あるんだよ。違うなって言ったんでしょ。まだ知りたい。何ここ綺麗かってわー言ってさ、全部向きになって言い返してくるの。ちょっとあんたと言ったんだよ。何向きになって、違う女と言ったかな。違う女だよね。付き合う前のあなたと。その可能性あるかもしれない。それじゃない。いやない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 、こんなとこまで行かない。記憶ないし。ないない、いつもお前以外の男とイチャついてるけどな、私。もう全然。棒忍者。焼き餅焼いてる。棒忍者。これねえじゃない。ちょっとホッとしてんの。クソ笑いね。LTR、ネトラリ。ああ、やめろよ。ちょっと安心してね、この人。どうやって書いてんだろうな、あの中書き。上のやつ。今更だけど。止まってんのかな、途中で止まって書いてんのかな、ビーッつって。相当暇人だね。どっかからよじ登ってあそこにぶら下がって書いてんじゃん。へえ。なんか絶対バイクで止まって書いてるよ、深夜とか。まあでもバカだよ。で俺クリ売り書いてんですとかにしようですね。書いてんし。どうせ書くなら芸術的な作品にすればまださね、買ってくるのに、あんなただのゴミじゃん。アートみたいなの書いてたらちょっとさ、ああいうのも少しだけ注目されてさ、うん、なんかそういうので昔あったよね、バンクシーみたいなね。なんかあれも水の張ったなんとかじゃん。あれ試し書きでしょ。そういうこと。うん、試し書きにしか見えない、あの文房具屋さんの様子に書いてあるあれ。